ラテンパーカッションのミザリートです。イエーイイエーイ。今回のテーマはですね、コンガコンパルサとしました。カンパーナイボンボ、カンパーナとはね、カーベルなんですね。ボンボはベードラなんですが、このカウベルとボンボ、ベードラのね、バリエーション、特にこのコンガというスタイルでね、使われているお祭り騒ぎのリズム、これを今回は紹介して練習していきたいと思います。イエーイ、シュワッチ。それでは早速、今回のテーマでありますですね、このコンガとかで、ね、コンパルサと言われているリズムなんですが、特にキューバのですね、お祭りカーニバルの時期になりますとですね、このどんちゃん騒ぎ、この要するに出汁と言いますかね、コンパルサ、出汁の上にこうね、電飾のこうディズニーランドみたいなんですが、ああいうこう車に乗ってね、ガーッとバンドが乗っかってですね、ガーッとパレードのようにうごめくわけなんですが、そこでダンスするね、踊る、叩く、こういったカーニバル、リオのカーニバルに非常に似ているわけなんですね、サンバのですね。で、今回はこのカーベルとね、ボンボというふうにしました。ちょっと雰囲気だけやってみますと、こういうスタイルのもうやたら賑やかな、タラカタラカタタタ、非常にこうね、賑やかな感じなんですね。キューバの方ではですね、このコンパルサ、コンガというと有名なんですが、ハバナの方のスタイル、そしてサンティアゴの方のスタイル、これまたね、あるんですね。今回はどちらかというとこのハバナ、ね、のスタイル、これをですね、で使用、よく演奏されているスタイルのバリエーションの一つなんです。いろいろあるんですが、今回それを一つね、紹介していきたいと思います。早速もうボードに書いてみたんですが、タカ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 タタタカ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 タタタカタカ、16分音符で書きました。これね、マンボベルでもいいですし、これボンゴベル、チャチャベルなどを振り分けて、ね、いろいろ振り上げてもいいですが、リズム的にはタパ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 タタタパタパというリズムなんです。これだけ、捉えるとさほど難しい感じじゃないんですが、やはりこうクラーベにリンクしていましてですね、クラーベ、クラーベとはですね、ラテン音楽に重要な鍵を握るクラーベというリズム、これね、特に今回はルンバクラーベというね、ものにすごく使いたいんですが、ルンバクラーベはですね、また解説させてもらってるんで、実はね、実は解説させてもらってますんで、それでまた参照していただきたいと思いますが、パーパーパーウパーパーというね、パーパーパーウパーパー、このリズムはですね、この譜面でいうところのタータパウカカーときます。タフタタタ、まあ、あえて譜面に書くならばですよ。タタウクトゥカ、2拍目の16分裏最後。タタウクトゥカウカーカー、8分の裏。4拍目は頭ですね。パーパーパーウカーカー、ワン、ツー、スリー、フォー、パーパーパーウパーパー。このルンバクラーベのニュアンスを頭に浮かべながら、パーパー。という叩いていきます。ちょっと今叩きづらいんで、ちょっとチャチャベルずらしますが、カーベルをね、叩きます。タパタパタパと、そのまま右左右左で、これですね、クラーベを歌いながら今のこのタカ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 タタタカタカとやりますと、左手がですね、非常にこのどちらかというと、まあ最初と4拍目は右手なんですが、パー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 、それ以外のですね、1、2、3箇所は左に通過します。パー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 、ちょっと今右手を隠しましたって、こっち側叩きましたが、パー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 カーカーウカーカーパー。ですから、タカ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 タータータカタカ自体はですね、さほど難しい音符ではないんですが、練習すればですね、このでもアクセントをですね、ここにルンバクラーベのアクセントに入れたい。
ですね、結構早いんです。このお祭りのね、時ですからね、実際はこのコンガ、コンパルサが活躍するリズムのテンポ的には早い時で使われますが、そんな時にでもですね、このクラーベがですね、常にこう、カンパーナの人がいて、誰か一人ね、演奏している方がいて、で、もう一人の人が、というようなね、アンサンブルにしてもいいですよね。まあ、今回のテーマはですね、カンパーナイ・ボンボとさせてもらいました。ボンボ。ね。ボンボ、ベードラ。低いね、低域の打楽器、ボンボ。前回ちょっとね、紹介したんですが、こういうね、こういう太鼓、ドゥッドゥンドゥッドゥッドゥンドゥッ、ボンボ。ね、今回ちょっとベードラで代用します。で、じゃあベードラをね、どのように入れていたらいいのかと言いますと、ここです。ここです。ターフター。まずここですね。頭はもうそのままターフターとこの16の最初とさ、タータータースタータ。ここはね、8分の裏でいきましょう。タータウカ。で、ここは同じです。同じにします。ということは、トッ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 トフトットットフト。これがテンポならば、サンタラティー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 ニュアンスが変わったと思うんですが、テンポが速くなるとですね、この限りなく16分音符から私の場合この203年に少しずつニアリーイコールになっていく。何を言ってるんですかということもあると思うんですが、なんかダスタンダダスタンダっていうのはですね、やっぱりテンポが速くなるとなるほど、もう限りなく3連に近くなってくるということが言いたいです。ダバダダ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 ダ。でも練習はゆっくりからいきますと、このくらいのゆっくりなテンポの場合、タンカンカンウカンカンですから、ティンシティスティスティクチティス、非常にこう16部のような感じになるわけですね。ですからテンポに応じて少しずつちょっと変わっていくということをお伝えしたいと思います。パウパーパー左ね、パウパーペンケイン、パウパーが、パウパーパー、基本のグループから少し、ちょっとバリエーションというか少し端折ったり叩いたりもしますが、基本はこの動きからですね、すごくいろんなバリエーションに波及、発生させることができると思います。特にドラムセットはですね、右手をハイハットとかライドに持ってくるって、で、左手を例えばスネアのゴーストノートにもすると、ね、ハイハットとスネアだったり、全部スネアでこの
料理にもね応用が効いてきますし、もちろんカンパーナ、カンパーナ、カウベルがあればですね。ハバナのねスタイル、コンパルサではですね、このサルテンって、サルテン、サルテンって言ってこのね、フライパンをひっくり返したね、これでタララカタララカタタタララカというフライパンですよ。でもすごいいい音するんですよね。テレネゲテレネゲって。今回はですね、このねパーパーパウパーパーというこのクラベ、カウベル、そしてボンボ、ベートナムフレーズ、これをね紹介してみました。ぜひですね、少しこう一緒になってね練習してみてください。だもうそうテンポがね上がれば上がるほど盛り上がってきますので。イエイ。今回はですね、このコンガ、コンパルサのですね、このカンパーナ、ね、カウベルとボンボに限ってですね、ちょっとそこに重点を置いて、少し紹介しました。ね、これ非常にこう賑やかなリズムなんですね。ぜひですね、取り入れていただきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひですね、チャンネル登録していただきまして、いいねボタン押していただけると、大変、嬉しく思います。よろしくお願いします。パーカッションのミザリートでした。イエーイ。ミザリーとラテンパーカッションチャンネル、ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。イエーイ。シュワッチ。